今日はなんかちょっとクリちゃんがここに来てくれっつってですね、なんか撮影場所を指定されたんですけれども、カフェラクーン、かわいい。何これ、ポンタカードのポンタみたいですねそんなこと言ったらあかん。はいはい、帰っていきましょう。はい、いらっしゃいませ。遅いじゃん。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる、くるぶしです。そうですよ。長番でも声すごいですね。緊張目は。今回はですね、コメント欄になんとうちのカフェに来てくださいというコメントがありました。あったね。もう嬉しくて、うん、来ちゃいました。どういうことか。カフェが似合わない2人ですけども。いや、ほんまによ。俺こんな可愛らしいとことあかんで、俺。18時期言うてる我々がそんなね、いいのかしら。ねえ、こんなおしゃれな場所に。今日は何すんの？今日はですね、ラクーンさんのですね、人気メニューをいただきたいなと。いやー、楽しみ。お腹減ってるよ、俺。でしょ。今日は減らしてきたね。店主のゴンちゃんさんです。よろしくお願いいたします。奥さんの香里さんでございます。はい、じゃあね、紹介もう一度ところでメニュー見ていきたいと思いますけれども、はい、自家焙煎。自家焙煎、はい、自家焙煎って何ですか。自家焙煎っていうのは、ひまめの状態でうちのお店で焙煎をかけてるあのコーヒーです。ひまめの木って、木娘の木ですか。ひまめの木って、木娘の木でもあります。そうね、そうね、そうです。ひまめたくさんありますもんね。はい、どうぞ。こういった下ネタを言うな。アイスコーヒー一つ。アイスコーヒー、はい、なるほど。自家焙煎コーヒー欲しいなんですけども、残念ながらコーヒー飲めないチョモララってなって。カフェインダメとか言って。あ、そうですね。ですので、はい、チョモララテはホットココアをいただくことがあるので。ココアは大丈夫なの。ココアは好き。この辺ってるからさ、一番人気ボリュームたっぷり卵サンド、ソーセージ、カニラジャ、ホットドッグ、チーズドッグ、サルサドッグ、バタートースト、チーズトーストで、新メニュー、ピザトースト、もうね、全部食べたい。どうすんの。俺はじゃあ、そうだな、卵サンドにします。トモララテはですね、まず卵サンドの A セット、うん、サラダ、サラダね、はい、で、チーズドッグ、ま、マジで、ピザトースト、ピザトースト、はい、以上でお願いします。マジで、はい、頼む量普通見た目逆だよね。まあ普通に食レポしてもつまんないな。つまんなくはないんですよ、うん、あのちょっと変わったことをしようと思って、はあ、今回チョモララテはですね、うん、英語禁止の食レポ。僕はですね、日本語禁止の食レポで、やっていきたいと思いますんで。あー、どっちがいいやろ。むずいな、それな。ということで、はい、作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、広いテーブルの方に移動させてもらいましたけど。ありがとうございます。いや、ちょっと俺が頼みすぎてもたもう、ラクーンさん大慌てですよ。営業時間外なんですよね。そうですね、貸し切り状態で、はい、もう普通やったら2人もう休んでる時間なのに何を注文したらいいのか。わーすごい、わーすごい、わー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 わはい、お待たせしました。チーズドッグ、うわピザトーストなんて、ダメージこれ、やばー。忘れてた。じゃあスタート。いただきまーす。おお、ベリーベリーベリーハングリー。おいしい。チョモララテ。おいしい。このクリーム似合うね。この唐辛子の辛いやつかけたチョモラテですね。
動画やるし動画やるし全然あかんやんビビるぐらいあと野菜、野菜や、お肉をたくさん小麦を発酵させて形にしたものにいろいろ乗せて焼いた美味しそうなピザトーストいただきたいごめんねこれめっちゃおいしい普通のピザ食うよりこっちの方がええかもピザ言うてるからごめんね日本語でヤンキー言うやろおやき円盤どういう味もうゲームになれベースはおやきなんでしょうけど普段多分円盤生地になってるのがしっかりこのパン、トーストってことで、初めて、この、なんて、チョコラハッピー、うん、あいいね、あいいね、ドリンク、ああ、おー、ディープディープ、ディープロースト、深いバージョン。ディープインパクトこの野菜かスープがついてくる A セットプラス100円とかなんですよ安すぎでしょこのゴボサラダの上に乗ってるカリカリのおかげでゴボサラダが4倍おいしい何回サラダ言うてるごめんねもうええかな普通に行こうかレッツゴーレッツゴーレッツゴー卵うまっ何これよくある卵サンドよりも白身 の、うん、そのクラッシュな感じが細かいんですよ、うん、あーそうだね、うん、このめっちゃペロっていけそうあー素晴らしいパンがふかふかでこんな厚い食パンありますこれ2枚切りとかじゃない1斤の2枚切りって近くて結構普段カフェとか行くんしかもスタバ行くコーヒー飲まないあ、まあ、もう俺ほんまその抹茶フラペチーノ行ったっけからフラペチーノってフェラって言いそうになるよ今度言おうかな本当に言おうかな抹茶フェラペチーノこいつも迷うんだよ抹茶フェラペチーノトールで言おうかなトールはダメだうわもう絶対美味しいわこれチーズ、ドッグ、イエス、食べたいと思いますあ87分めっちゃうまいな、ね、パンは何パンっていうのやこれダスクートというスク独自のパンを使ってこれはオーダーメイドへぇ意識高すぎるそれだゲームを忘れるぐらいうまいうまいことまとめたわうるちゃんチョモララテとこう一緒に行動するようになってから話通じるやついるんだなと思ったなんかでかいねそうなんですよこうちゃんと話して帰ってきてこれでキャッチボールが、うん、できてしかもこの会話が覆られないっていうか、うん、あれ約束したのになっていうことがないなんていうんですかなんか結構あるんですよ、うん、よくあるよね、うん、なんか約束と違うみたいなことって結構あるんですけど、うん、チョモは絶対そんなことなくて、もうめっちゃピュアなんですよマジで
本当に食べ終わりました。いやめちゃめちゃ美味しかった。いやめっちゃ美味しかった。いやもうこのペロライでマジでこんな本マジでまだ78本いけるわ。3個食べておきながらガチで3品食ってますから。俺一切手助けしてなくマジで食ってますから。本当に美味しかったね。美味しかった。本当にほんまにね。いやもうぜひぜひあのこの動画見た方はね、うん、あのラクーンさん遊びに来てもらって居心地もいいわ。ほんと、うん、朝からやってるし、しかもいやほんまになんか俺もうちょっと仲良くなったら、うん、朝から晩までおるかもしれないね。こうパソコンカタカタやりながらあっちの席でね、カウンター席、俺ら電源もありますよ。わあ素晴らしい。カフェでパソコンっていうやつ俺大嫌いやろ。いや俺もそうやって最初そうやった、そうやったんよ、うん、でも、うん、やっぱもうそれをせざるを得ない状況になってきたりすると、うん、やるでやっぱ。そうでもね今後やるんですよ。そうね、超憧れてます。我々食レポに関してはですね、うん、本当にどぎついもんしかやれないんで、うんうんうん、こういうやっぱちゃんと美味しいもののレビューは皆様に伝わったかどうかはすごい不安ですけれども。まあね、うん、ただただ美味しい。美味しかった、うん、本当にみんな食べてほしいの。ぜひ食べに来てください。自家焙煎のコーヒーと、うん、で、オリジナルで発注してパンに、うん、俺さっきパンだけピックアップしちゃったけど、うん、中のソーセージもめっちゃ美味しい、ね、ああ美味しいよね。プリプリやったな、うん、そう、あんまりソーセージにプリプリっていう表現いいんか分からんけど、プリプリや、エビよりプリプリ、ね、中もすごいジューシー。こんなにみたいな。こんなに、うん、昔付き合ってる女の子にこんなにすごいのって言われたことあります。ということですね。西山大師もね近いんで参拝した後。あ、いいね、はい、いいね、うん、ということで、クルチョモ的楽で食レポやりした。ありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録よろしく。改めてお店の宣伝などお願いします。はい、ありがとうございます。足立区西柳大臣西にありますカフェラクーンと申します。営業は朝10時半から夜7時まで、6時半ラストオーダーになっています。定休日は毎週火曜日です。完食してもらってありがとうございます。たくさんね。はい、クルチモチャンネルのを見たよって言ってくれた方には、ワンドリンク100円引きで、はい、マジですか。はい、ご提供しますので、チャンネル登録してくれたら、見てなくても言ってください。ありがとうございます。うわ嬉しいね、こういうの憧れてたよね。クルチョモチャンネル見てる。人生初よ俺。すごい。ありがとうございます。みんなで楽に行きましょう。